で、これはこんな感じで、ほら、これがスマホを固定するやつで、後ろにこう穴が開いてるでしょ。で、こっちが、あの例の、ほら、貼り付けて、で、ここをこうやって Q のやつをパコッとはめるやつね。これで角度がいけるというね、やつですね。両方とも同じ感じですんで、まあ、どっちが使いやすいかちょっとね、勝負ですね。こんにちは。Amazon でね、車の固定具、スマホをいろんなところに貼り付けて、で、自撮りしたいやつがあるじゃないですか、運転中のドライブ動画撮り。あれのね、イージークリップカーマウントってのと、あと、ユーグリーンのこれを買ってみました。これはね、イラストが書いてあるんでわかりやすいですね。じゃあ、それぞれ開けていこうかなと思います。まずは、イージークリップカーマウントなんですけども、こういうやつが入っててね、これがメインのやつです。吸盤でパチッとつけて、これで角度をつけるやつね。で、ここが9になってるので、いろんな角度でいけるってやつに、これ。これね。これスマホをクリップして、後ろでほら、こうやって接続するやつですね。これでもう基本的には取れますね。で、あと1個こういうものがついてて、これをクリッとやって、こちら側をまた別の固定具でなんとかするってやつですかね。で、プラス、こういう風な吸盤の向こうに貼り付けるやつ。ね。これシールがついてて、これをまずつけて、そこにこれをペタッと貼り付けると、さらに強固になるってやつですね。まあこういうのを使っていこうかと思います。もう一つの固定具がユーグリーンさんのこういうやつね、イラストが書いてあるやつですね。中身は非常にシンプルで2つ袋が入ってます。はい、こんにちは。じゃあ続きですね。固定具をちょっと試していこうかと思います。で、スマホがでかいんでね、まずこれにはまるかどうかっていうところも問題があるんですよね。ちょっとやってみましょうか。天井のね、このガラスの部分につけようかと思うんですよ。なかなかいいでしょ？まずはこちらの方。こちらってどちらかっていうと、ユーグリーンの方ですね。こちらの方からつけていきます。ここをペリッと剥がすと吸盤がついてるんで、あとはね、このレバーを開けて、で、なんだ？天井に貼り付けます。そしてこれをカチンコとはめる。で、あとは OK ですね。で、固定具のもう一個の、このホルダーの方を、あ、これ大丈夫だな。このでかいスマホもはまりそうです。ほら。ね。固定具の方をここにまあねじ込めば OK という感じですね。ねじ込むためには後ろのネジをギリギリと開いて、で、こっちに開いた方を入れる。で、持ってここ刺す。で、くるくるとここを回転させるわけですね。はい。そうするとどうでしょうか。まあこういう風にスマホが固定されるわけですよ。固定ね。したらこのまま運転席が撮影できるということなんですけども、実際どういう風に映るのか見てみましょう。はい。こんな感じか。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。この角度がいいかな、したら。この角度かな。はい。この角度で運転するといいのかなというところで、見えてないでしょ。そちらから。じゃあ撮影しますね、こちらでね。一旦こちらを止めます。はい。じゃあ天井につけたところをこうね、俯瞰で撮ってますけども、こういう風な感じで見えると思います。ですんで、もうちょっと前の方を見せようと思ったら、この角度をこうつけていくことになるのかなっていうところですよね。金が刺さってますね、ここね。はい。で、もうちょっと、外の風景を映さないようにするためにはこんな感じですか。だからもうちょっとね、下の方に下がってくれるといい感じで、なんていうんですか、助手席モードで撮れるんですけどもね。アームが短いんでしょうがないですね。この角度になるかな、だから。この角度で撮ることになるかもしれません。こういう風な感じでね。うん。これでもまあなかなかいいですね。じゃあもう一個の方を試していくようにします。で、もう一個の方が結構大きい箱に入ってるやつでね。こっちが頼りになりそうなやつなんですよね。で、必要なのはこちらの固定具と、それからこちらのスマホスタンド。なんか同じだな、これ。同じかもしれませんね。どうやらね、効果はね。もしこのアームが長いといいんですけども、ちょっとまあ、でも、試してみましょうか。こんな感じでね、天井につけます。ちょっと待ってくださいね。はい、すごい発見がありました。こちらの方は高いだけあってね、アームが伸びますね。伸びるんで、最高に伸ばしたところでこれをクッと止めて、で、あと同じです。ネジをこうはめて、で、固定具をここにね、こういう風に装着します。で、ここをぐるぐるぐると回すような感じで、いけるんじゃないかな、というところですね。さあ、つけてみましょうか。じゃあ、ここを、こういう風にね、やってですな。こうですか。こんな感じでつけて固定しますね。で、あとは、こちらの方にスマホをはめれば、OK ということになりますけども、はまるでしょうか。ちょっとね、こうかな。こういう風にして、
俺、どうやるんだろう。こうか。リリースして、で、スマホをこういう風にはめます。お、はまるやん。ね。はまるんで、ちょっと撮影していこうと思います。あとはスマホの画像を見てください。切り替えます。はい、天井からの風景ですけども、こっちの方が結構いいな、やっぱりな。で、もうちょっと臨場感持たせようと思ったら下に下げて、で、角度をこうつける感じかな。いまいちですね。じゃあ、もうちょっとこう、いまいちですね。なんかもうちょっと調整しないといけないかもしれない、いろいろ。まあまあ、でも同じようなもんですね、どっちもね。まあ、こんな感じでやると、まあなんか顔出ししない YouTuber ができるということでございます。まあ、それでもいいかってとこですね。はい、じゃあ一応これで。ということでね、二つとも試してみたんですけども、まあまあ使える部分と使えない部分があるのはしょうがないかな。あとはやりながら慣れていこうかと思います。じゃあ以上です。二つ合わせて4000円ぐらいだったんで、そんなに高くないかなっていうところですね。